はい、ドラクエ3実況プレイのパート8やっていきましょう。今回イシスにやってまいりまして、一応目的としてはピラミッドに向かい魔法の鍵を探そうということなんですけどね、今回それやっていきたいんだけど、その前に一旦これですね。せっかく魔物もね増えたということで、バトルロードに挑戦だ。じゃあランク F 行きましょう。賞金はいいな、これ。で、何体か多分強化とかされてんだよね。あやぶさ切り使えんのお前。おい、出た通信高いんだよね、これ。バブルスライム。バブルスライムが結構強くない？シビリアタックに刃砕き。どうも強いんだけど。お化けありくい強そうだな。笑い袋。回復余量で言うと、泡尾なんだよね。MP も多いな。これ、ホエミ一旦外しても良さそうだけどな。ここでいいんじゃね？ヒーラーそんな何枚もいらないでしょ。よし、行きましょう。一旦温存だな。アイムカで勝て。お、やる。よし。エスフラッタ。いや、早めに行くか。あわおー、いいね、いいね、いいね。火力あるよ。あ、じゃあこれ全然余裕じゃね？ピンク切りかっこよ。いや、強い。わ。ドルイド。バトルロード種でやっぱこれ通常のより強く設定されてるのかな。 MP なくなったぜ。決勝戦。うわー、出たー。暴れざるにミイラ男もだけど、キャットバットもこれはこれで嫌だな。さあ MP ないなったが、あと合流して突破できるかな。よし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 、まず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 回復。あー、できなくなった。回復ができなくなった。あと合流して突破するしかない。ナイス。状況は有利だ。いけるぞ。頑張れジョー。オッケー、ナイスー。際どかったな。次のランク大丈夫か？全然ヒーラー2枚でもいいぐらいだな。
ってみるか。コイミンも入れるか。で、お化けありくい。これで行ってみよう。ヒーラー2枚。あー、なるほどね。ピラミッド内部っぽい編成になってきてるわけね。MP 使わないにしよう。一旦温存だ。ウィン結構殴れるな。敵の火力が高え。こいつ硬くね。ダメージは大したことないけど。てかさ、敵ほぼ満タンでいくのにこっちだけ消耗してるのずるくない？あのテリワンとかそういうのから思ってたけどさ。お、まだ余裕を感じている。メタパニ危ない。あの作戦切り替えれるのはね、助かりますね。よし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 、殴りに行った。あれ、これまだ上あるんだっけ。あ、3戦目か。まだ上があるな。えらいえらい。いやー、蚊につらいか。クルトなんか使われようものなら。あー、出た。よし。いや、勝てー。あ、でもホイミンダメージ通ってる言うほど。あ、でも硬くなった。あ、でも、いや、ホイミン強いぞ。結構殴れる。よし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 。え？強じゃね？スカイドラゴン？なんちゅうもん連れてんだ。よし。いや、いて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 。で、軽くえぐ。ナイス。いやー、これはしんどい。オッケー、ナイス。あるぞ。スカイドラゴンを落としたのは熱い。よしよしよし、これはさすがにもらったろ。オッケー、やるやん。女王に勝っちまったぜ。
イエーイ、一気に金持ち。そして新しく手に入れたビーストウィップ、獣系の魔物に強い頼もしい無知ということでね。俺よ。さあ、ということで今回こっちのストーリーも進めていくんですが、金預けよう。金を預けよう。金預けるんだけど、ちょっと薬も買いたいからな。少し手元に残しておこう。あと、最悪あれか。大声で商人呼べばいいのか。来てくれるかわかんないけど。こっちね、条約書と約束ってんのよ。20個ぐらい買っとけ。オッケー。さてでは、大息子かな。声聞けんのかな。あ、イベント発生した。皆が私を褒めたたえる。でもひとときの美しさなど何になりましょう。姿形ではなく美しい心を持ちなさい。心には幸せはできませんわ。ところで私にはわかります。何かを探してこの国にやってこられたのですね。けれどイシスは危険な土地です。太古に作られた遺跡には不気味なものがたくさん残っています。砂漠の北にあるピラミッドや地下に作られた墓場などでは宝箱をお目にあげてはいけませんよ。それではあなたの旅の無事を祈っておりますわと。はい、まあそういうことですね。これから行くピラミッドにはそういう危険がいっぱいだよっていうのを教えてくれている。なんだなんだん。あ、びっくりした。なんか勝手にコントローラーを一瞬コントローラーバグったな今。びっくりした。ピラミッド攻略のヒントのようなものがあれば。まん丸ボタン、おひつまボタン、くるくる回せば扉が開く。東の東から西の西。 OK。 さあ、じゃあ行ってみよう。もしかしたら長いダンジョンになるかもしんないんで、一回で攻略しきれるかわからんけど。空箱の中身とかってどうなのかな。大体一緒なのかな。置き方ね。まあ例のアイテム回収よりもまず先に普通にピラミッドを攻略することから始めようか。おお、がっつりピラミッドだ。あった。
でもさすが斧は取るね。遠吠え加減した。あれ？ここにす、ああ、外観か。多分あれだな。どこにあるか分かっちまったよ。エリアだもんね。このマップに映ってる中に1個あるってことだよ。危なそう、中心。いいね。魔法の聖水か。中心は落ちる可能性があるんで。これインパス的なのねえんだな。数多くね。いいよ。いや、AI 賢いな。データなんもね。この左のはオリジナルだと一食い箱だった気すんな。奥に宝箱2個。マジミミックだらけだからさ。ミミックだ、一食い箱ね。おっと、結局無知が便利なんだわ。呪文が使えないって言ったけど、キメラの翼とかどうなのかね。ダンジョン内ルーラーができるのであればと思っちゃうけど。MP 使いすぎかな。ワンチャンボスいるんだよな。ちょっと温存するか。まあレベル、ああまあレモンどうかな。ネクスト221。あー、じゃあレベルアップするまではまあ普通に戦おう。まあ多分すぐ上がっちゃうけど、なんだかんだ1個2個上がりそうだな。ダンジョン歩いてるだけで。結構戦わされそうだし。レベルアップ、レベル15。今だ特になし。道が4個宝がある。こっち通れねえな。
よし、君もレベルアップ。アサシンアタック、忍び足。牛か。あ、そこ壺あったなぁ。AI 任せだと防御してるやつわざわざ殴んねえもんな、多分。いいよ。よし。ペル寝たな。やられてもらったりできねえんだよな。メダルは良かったけど。パワーナックル。攻撃力は高いんだよね。まあボス戦で使えるかもしれないか。いや、攻撃力は高いんだけどな。そうや、どうしても装備できねえや。うん、とりあえず持たせとくだけ。オッケー。祈りの指輪。これ怪しいな。おらな。いて。いって。これ薬草だともう間に合わねえな。待て。勝て、勝て。オッケー、ナイス。さすがにミミックは手抜いて戦っていい相手じゃないな。もし引いちゃった時はちょっと本気で戦うことにしよう。あとね、さすがに薬草もきついな。これ一層眠りアタック使えるんだよね。これはもう関係ねえか。そしたらね、装備の中の、これ持たしといたら一応ダメージ出ねえなって時に使ってくれっかな。で、パワーナックルでしょ？で、毒針持たせとく。で、条約層。いいでしょう。これで2人の MP をある程度温存できるようになったはずだ。よし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 。おーし、ナイスナイスナイス。
賢さの種はすいません食べます。多分ねこの方でやってるとねあのマジ MP 育たないんでね、あのタフガイ豪傑型っていうのやろうとしてるんですけど、一応緊急用に持たせてある薬草だけどさ、ラッカーが回復に手を回しちゃうのはね、あんまり良くないな。せっかくビーストウィップ手に入ったけど、ここ獣系いねえ。桶の夢中に住んでら。外に出る猫とかゴリラとかに使うようなやつじゃんね。今思ったら。目覚ましリングなかった。日光。よしよし。このまま南側行ってもよかったのか。まあ、いっか。あ、ピノン強いな。右の男の耐久低いのかな？ああ、いてえ、いい、会心引いたよ。あ、俺寝ちゃった。チミも寝ちゃった。いい、失礼で。オッケー。いいね。突破ライン下げてくれた。ん？ツボか？よいしょい。の種ね。
東の東から西の西だから、